参加されてる皆さんのマナーがすごくいいなと思いました。なんか気持ちよく楽しもうというのが伝わってきて素敵なイベントだなと思いました。すごく、コスプレにしても皆さん非常に独自に楽しんでる部分があって、前回も今回も感じたのはあれですかね、その時その時での流行りのキャラクターというよりもずっと自分が大切にする作品っていうのを何年も何年も追い続けているっていう、その作品に対する姿勢っていうのがなかなか面白いなと思いました。アメリカ独自じゃないかなと思って、今回マキアと、ヒソマソという2作の上映をさせていただいたので、すごくそれも反応の違いも面白かったです。まあ、ヒソネとマソタンは最初の方はちょっとコメディーなのでずっと笑っていただいてて嬉しかったですし、マキアの方は気持ちをこう込めて見ていただいているのがすごく分かって、何度も見てきた作品なんですけれども自分もちょっとこうのめり込んでしまいました。これも世界各国で、特に岡田真理さんね、今回監督をやった岡田さんの作品によって自分の人生が変わったっていうようなお手紙とかその感想をすごくたくさんもらうことが多かったので、アニメで描いた物語がその人その人の人生に何か響くものがあって変える力があるっていうところじゃないかなと思います。今回とか特に思ったんですけど、アニメによってこう好きなものによって人とつながれるっていう、アニメの世界と現実の世界をこう結びつけていくのが皆さんすごく上手というか、アニメを楽しんでらっしゃるなと思って、私が若い頃とかは本当にアニメを見てそれを現実に持ってくることはあまりなかったんですけども、そのこうつなげていくっていう作業がどんどんこう皆さんがアニメにのめり込めるというのかな、やっぱり架け橋に慣れていっているのかなと思いました。アニメが、はい、